位ゼッケン番号2番大久保大輔選手。はい、3人に絞られました。3人の選手を真ん中で平均陣の中に立っていただいて、はい、ポーズ取ってください。はい、それでは3位の発表いきます。になりました。第52回宮崎県の、チャンピオンが決まります。それでは第2位の発表いきます。第2位ゼッケン番号3番滝田浩樹選手。優勝は、ゼッケン番号5番一木浩二選手でした。はい、それでは選手はゼッケンの前に立っていただいて、それぞれ皆さんメダルを取っていただいて首にかけてください。宮崎県のですね、優勝カップになります。1年間優勝した選手が、飾っていただいて、来年はまた、レプリカと交換という形に、なります。はい、それではですね、選手は一度、はい、下ろしていただいて、ワンポーズ、同じポーズでですね、ちょっと記念撮影したいと思いますので、ダブルバイセプスでいいですか。はい、それではフロントダブルバイセプス。はい、もう一ポーズいきましょうか。はい、フロントのラットスプレッド頑張れそうですか。はい、じゃあフロントのラットスプレッド、はい、どんどん撮ってください。写真は、大丈夫ですか皆さん。疲れますよね、すいません。はい、それではですね、第52回、宮崎県チャンピオンは一木浩二選手でした。選手、お疲れ様でした。ありがとうございます。